今週ついに平本蓮試合やん。どうでしょう、佐々木くんと因縁のあるどっちが勝つと思ってる、佐々木くん。まあ、情報ないからな。そうなんですよね。あいつでもさ、平本蓮勝つのかな。平本蓮なんかおとなしくなったよね、試合前になって急に。いい子になってるね。ちょっと結構プレッシャーあって、あんまり緊張してんだろうね。負けられないしね。自分の時はどっち勝てます？まあ、ほんと戦略次第でどっちが勝ってもおかしくないぐらい拮抗してると思うけどね。まあただ平本が久々の試合じゃん。はい。その辺は結構不利に働くのかなと思ってるよね、俺は。試合内容してないから。やっぱどんだけ練習で強くてもさ、試合と違うから。感覚開けると、普段以上になんか力み出たりとか、組み技とか特にね。で、消耗したりとかさ。で、普段以上になんか、体力の計算してちょっと力が弱まっちゃったりとか、ってあるから。その展開においてさ。だからまあ、平本不利じゃないのかなと思ってるけどね。でもあいつ、めちゃめちゃいい子になっちゃってるからな。その辺をなんかもうちょっと最後まで突き通してほしかったな、試合のギリギリまで。分かるやつが分かってくれればいいから一緒に頑張ろうぜとか言ってたからそういうキャラだっけみたいな。あいつ迷走してる。まあでもすごいっすよ、あいつだってゼロ勝1敗でメインだからね。すごいよ本当に、キャラ立ってるわ。誰よりもキャラ立ってるもんな。だからライジンで一番すごいんじゃない？一番すごい、その集客とか。まあ分からんけどね。まあ、今回のペーパービューがどのくらい売れるかで実力が分かるなっていう感じ。まあでもあれか、今回はさ、正直相手がちょっと良くないっていうか、煽りがいのある相手じゃないじゃん。やっぱ萩原くんとやった時みたいにさ、バチバチになった方がやっぱ盛り上がるから。すごいなんか好青年すぎて、相手がちょっとなんか噛み合わない感はあるよ。試合もなんだかんだ噛み合わなかったりしてめっちゃなんか展開ないパターンになる可能性もあるよな。分からんけど鈴木くん次第で、なんかめっちゃ見合う展開になる可能性もあるなと思って俺。ワンチャンお互い何もしないってことですか？そう、もしかしたらそれはないと思う。そうなんですかね。相手の選手あんまりしょうがないからね。